日本沖縄県八重山郡竹富町、崎山崎山は、沖縄県八重山郡竹富町の入表島、南西部の地。2018年8月31日現在、の人口は0人。郵便番号907-1543。入表島の最西端にあたり、入表島の南西部にある無人島、中の上島も、地崎山に含まれる。 入表島の南西側から突き出す。先山半島一帯が、地先山となっており、琉球民謡の一つ、先山武士でその名を知られる。先山半島の西端にヌパン崎、パイミ崎が、北側の先山湾東側にうるち崎が、先山半島南側に落水先が見られる。東側で、入表と隣接する。かつては東に網取り、 南西鹿川などの小集落が大技、崎山の下に小技として存在したが、いずれも1972年の沖縄返還よりも以前に廃村となっており、2018年現在では定住者は存在しない。1983年6月28日以降、崎山湾の一部が、崎山湾自然環境保全地域に指定されている、崎山湾に注ぐうぼ川、 パイタ川の河口には、マングローブの地勢が見られる。しかし、いずれも800メートル前後の消火線であるため、湾内への陸水の広がりは少ない。元は、琉球王国時代の17世紀に、ハテルマ島の島民を強制移住させた開拓村であり、入表島北西部の祖内に置かれていた板所の監督下にあった網取り、鹿川の2集落を活用して、 崎山に新設した番所の監督下に置いた。明治から大正にかけて、西表炭鉱の採掘が盛んとなった時期には、上原でマラリアが流行して採掘を中止したことに伴う大替地として、崎山でも採掘が行われていた。崎山集落は太平洋戦争の終結後、沖縄がアメリカ占領下となった後の1948年に廃村となり、 崎山集落の住民は多くが網取りへ移住したが、網取り集落も1971年に廃村となった。崎山湾の主産業は漁業であり、海藻帯で陶器に三枚刺し網漁が行われ、産後省域では追い込み漁、伝統潜り漁、一本釣り、栽培、採送などが行われている。また、観光資源として、 オモ表島だけでなく石垣島のダイビングショップからもスキューバダイビングスポットとして利用されている。公共交通は存在しない。うるち先付近はシーカヤックの難所として知られる。東海大学地域研究センターのある網取湾に桟橋が設けられている。ありがとうございます。